なんなら逮捕するぞってなってるのが今の動きなんです。テレビタックルにこの前日曜日出演しまして、それをね、ご覧になった方もいらっしゃるかもわかりませんですけども、東さんが言ってたことで非常に印象的だったのは、今回問題だとされて、もしかしたら逮捕者が出るかもしれないということなんですが、東さん曰く、これまでね、制限速度40キロですよって言ってて、45キロとか48キロぐらいで走ってる車を、これまでね、検挙してなかったのに、急にね、40キロ制限で45キロの、ね、走ってる車を捕まえ始めるみたいな、そういう案件だというふうに言ってましたね。つまり、政治資金を管理しなきゃいけないということで、ちゃんと法律があります。政治資金規正法ってありますけども、それでもまあまあこの辺はいいだろうみたいに、多くの政治家がこのぐらいはみたいなね、みんながやってたことを急にほら裏金だーと言って、けしからーんと言って、なんなら逮捕するぞーってなってるのが今の動きなんですよ。